ただいま、内浦の水戸から、県道130号ですね、それを登って今伊豆長岡の方へ抜けようとしてます。ちょうどここが内浦小学校になります。内浦らしいですよね。イルカの銅像じゃねえや、像が立ってますね。まあ今日っていうかこれからは多分走る動画っていうのは撮影しないかもしれないんですけどね、これはあくまで、自分がここを攻略したっていう記録として残したいと思います。それでは早速行きます。今、内浦の海を撮影してるんですけど、もうこの先は、海は見えなくなりますんで、ここが最後のビューポイントになりますね。ここは旧水戸坂随道入り口って書いてありますね。どなたかの動画でも見たんですけどね、トンネルとかあります。県道のトンネル行こうと思ったんですけど、結構緩い登りで距離も長いですし、交通量が結構多いもんですからね、やっぱり危ないんで、まあ大変なんですけど、随道の方を今登ってきました。あそこが多分最長分になると思いますけどね。この墓は Google マップにも確か載ってたんで、調べるとわかると思いますけど、私一回道、間違えて行っちゃったもんで、さっきお墓があった方は違います。途中、あの、お墓の下の方に舗装がしてないんですよね。もうぐっちゃぐちゃの、ぬかるんだ道があるんですけど、そしたら案の定トンネルありました。一応通れるみたいですね、人は。うん、危うく引っかえすとこでしたけどね。おかしいなと思ったんですよ。Google マップに写真が乗っかってたんで。まあ、どんな感じか行ってみたいと思います。どうにか通れました。宇都宮の明治のトンネルと長さはまあちょっと短いか、こっちの方が。ただ、入り口と出口がすごいにぬかるんでるんで、こっちはまだ、光が入ってくるんですけどね。向こうの方が、内浦側の方がひどいですよね、もう。足一回ズボって、はまっちゃいましたからね、泥の中に。まあ私普段登山靴履いてるんで、全然大丈夫なんですけどね。こっちが伊豆長岡の方角になります。もう、多分あそこに車止まってるんで、車道に出ると思います、すぐ。いやー、大変だったな。意外と。ただ、時間はそんなかかんないですね。1時間かかってないんで、内浦小学校から。あそこの道を間違えなければもっと早く来れたんですけどね。それじゃあ、長岡の方へ向かっていきたいと思います。伊豆最古のトンネルって書いてありますね。私はさ、沼津の鹿野川の河口の近くにあるマックスバリュー寄ってったんですけどね。そこに沼津の宝百選っていうのを掲示してあるんですよね、店内に。だからこれはちょっと気がつかなかったですね。旧水坂。水戸坂随道ですね。1896年竣工って書いてありますね。まあ、明治もだいぶ後になってからのトンネルですね、これ。ああ、まだここは内浦の水戸になるんですね。
まあ、昨日の雨のせいかな、ぬかるみがやっぱひどいですよね。ただし、多分湿気も多いんでしょうけどね。伊豆なんで。まあ、この動画はこれで終わりたいと思います。まあ、特に危険もなかった、まあ足場は悪いぐらいで、危険なところはそう、多分落石とかもないと思うんですけどね。まあ保証の限りではないんで、まあ自己責任でやってみると面白いかもしれないですね。それじゃあこれで終わりたいと思います。